まず最初にですね、売買にかかる経費ということで、中心的には手数料ですね、手数料と税金、かなり複雑なように考えておられる投資家の方が見えましてね、株の売買はどうやってやるのか、その辺の手数料だとか税金だとかややこしくて、なんとなく近寄りがたいなというふうに考えておられる方も見えるんですけども、そういうふうに今回これ図にしてですね、表したんですけどね、そういうふうにすれば非常に簡単ですよということです。買いの時、この場合買い900円で買ってですね、900円で1000株買って、1050円で1000株売却したというのを想定して、そこに手数料と税金というのを入れたんですけどね、まずこの手数料、900円ですから、90万円、900円かける1000株ですね、これで90万円と、これはよろしいですね。で、購入の場合、上の図式でですね、代金に対する手数料ということで、90万円に対して手数料がどれだけかかるかというね、で、これはですね、その上に括弧で野村ホームトレードの場合と。いうふうに書いておきましたですけども、そこの図のですね、下のところに、赤の産業上ですけどね、手数料についてということで、1999年の10月から、手数料が完全に自由化されましたと、でそれ以後はですね、各社まちまちの手数料体系になってますと、いうことでですね、まずその2ページ目をちょっと開いていただいて、これがですね、手数料が自由化になる前、99年10月以前ですね、9月末までは、この手数料表に基づいて売買がされてたということですね、これはどこの証券会社で売買しても全部この手数料と、で今のこの例ですと、100万円以下のところですね、90万円ですから、100万円以下、で90万円にかけることの 1.150% というのが手数料だったんですね。ですから、大体9900円、90万かけたら9900、大体1万円ぐらいでしょうかね、90万円の、そういう手数料ですね。ところが、この10月以降はですね、全く各社バラバラになりました。3ページ目開いていただいてですね、これは大手証券、野村証券とですね、日興コーディアルの場合をそこに、示しておきましたですけどね、これは今現在使われている手数料の体系ですね、上の場合野村証券が使っている手数料の体系、3種類あります、野村証券の場合ね、3種類あって、金額のくくりはこれ50万円のところでまたこう細かくしてますね、以前よりはね、で通常の保護預かりを開設しているだけのお客さんについては一番左と、それから証券総合サービス契約ですね、これをしている個人および法人は次の真ん中のところの体系ですよと。で、インターネット、あるいはテレフォンアンサーとかですね、ホームトレード、要するにこういうその営業マンが介在しない取引、これは一番右側ですよということですね。で、今回のケース、90万円のこの手数料計算するときに使ったのは、この一番野村証券の一番右側ですね、一番右側の90万円に該当するところ。3段目ですかね、上から3つ目、70万円超、100万円以下と、ここです、90万円かけることの 0.80%、プラス1200円ということで、その数字がですね、1ページ目のですね、これは8400円になります、90×0.872、7200円プラス1200円ですね、8400円になります。それで、その次の、この8400円にかかる消費税、これが420円ということなんですよね。それを全部足してやると。手数料8400円。で、これに対して、5% の消費税。これが、ここに420円と。420円ですね。で、買い付け代金90万円。これをダーンと足してやるんですね。そこの右に書いてあるように、90万8820円と、もうこれだけなんですね、この手数料と税金だけ、これだけ足してやればいいですよということですね。
で、ただ、今言いましたように、ここのところがですね、証券会社によってだいぶ変わりますと、ここのところがね、手数料、これは後からまた触れていきますんで、まあ、ちょっと今さっといきますけどね、これが会員の方の手数料計算、経費の計算ですと。それからその下の段ですね、今度、売りの場合と、売りの場合、これは1050円で売りましたという場合は、まあ、一番頭に売却代金1050×1000 株ですね、105万円。それから、先ほどと同じように、野村ホームトレードのところでですね、105万のところ、105万、次のランクに入りますね、100万円超、300万円以下と。これは 0.68% プラス2400円と。そういうふうに計算しますと、ここのところが9540円になりますと。ね、でこれに対して 5% の消費税がかかりますよということで、477円と。こうですね。で、売りの場合はこれに対して、その一番右側の譲渡益課税、この、あですね、譲渡益、要するに、利益ですよね、利益に対して、税金かけられますよと、税金がかかりますと、利益ですね、これはそこに1万5000円と書いてますけれども、まあ、90万円で買って、105万円で売ったと、こういう想定ですから、まあ、これ、15万円の利益が出たと、こういう計算ですね、15万円。で15万円、まあ、新しくですね、今年の1月からですね、10% の税金が引かれますということで、15万円の 10%、1万5000円、この1万5000円分の利益を引きますと、まあ、源泉徴収ということで やりますとね、源泉徴収した場合に、この3つを引くんですね、105万円から。それでここに出てくる数字が、そこに1024,983円。これが手取りの売却代金ということですね。ですから、この右側の1024,983円から908,820円、これを引いたものが手取りの利益ですよと、経費を抜いた手取りの利益ですと。これいくらですか、12万円ぐらいなんですかね、11万6000円ぐらいですかね、そのぐらいの利益になりますと。まあ、ですから、15万儲けたとして、15万円のうち、まあ、11万6000円ぐらいですから、まあ、結構、経費かかりますよね。3万4000円ぐらいですか。結構かかりますね。まあ、これが野村ホームトレードを使って買い付けして売却して、売った時の経費ですということですね。で、まあ、ここにその最後にですね、この利益のところ、この 10% こう、それは便宜上今、そこに、ほかに一切株の売買をしなかったと。この1年間でこの株だけ売買したと。いう想定でこう 10% ですね。で、この前にですね、この前に例えば利益じゃなくて3万円損したと、3万円じゃないですね、15万円じゃなくて30万円、30万円の損を出してましたというときはですね、ここのところは引かれませんよね、今の税金は。これはこの銘柄、この売買だけで確定は、今の税制はしません、今はね。これは後から税制のところでご説明しますけどね、そういう形になってます。で、この手数料がじゃあ、そんなコロコロでは分かりにくいなということですんでね、まあ、おおよその、その手数料の体系といいますかね、それをちょっとご紹介したいと思いますけどね、先ほどのその3ページのところをですね、開いていただいて、これはまあ大手証券、まあ、大和証券、3社の大和証券、ちょっとスペースの関係で入れなかったんですけどね、下が日光コーディアルの場合ですね、これを見ますとですね、面白いことにちょっと気がつくんですけども、日光コーディアルの場合は100万円の区切りでやってるんですよね。で、100万円のところで 1.15% ですから、一番左側ですね、これは昔の体系と一緒です。自由化前のあれをリストを見ていただきますとですね、100万円以下のところはこれ 1.150% で、全く一緒です、これ、日光コーディアルの場合はね、1.15%。で、野村証券の場合はどうだとなるとですね、その100万円のところ、野村証券見ますね、そうすると100万円のところはこれ、0.85%、0.85% プラス3400円と、こうなってますね。これ100万円で当てはめるとですね、これ8500円と3400円
こう足しますと11,900円、野村証券で100万円売買するとこうですから 1.190% に当たりますよと、ね、従来と同じ金額で 100万円の売買ならですね、野村証券で100万円の売買をするとですね、昔より自由化前よりもっと手数料高くなってますよと。だから多分この100万円以下のところは総じてそういう比率になっていると思いますね。50万円のところでこれ 1.4%、 1.40 ですよね、 1.40%、 これ100万円、50万円50万円でやった場合これ1万4000円ですからね、1万4000円ですから、以前のあれでやったって50万円だったら 1.15% ですから、100万円100万円やったらこれはいくらですか、5600、ここに15な、5750円ですか、そうですよね、5750円、そうですね、この2倍ですから5750円の2倍ですから001511ですよね、やっぱり 1.15% ですもんね、12500円ですけども、こっちは14000ですね、 50万円50万円パッパッと買って売ると、その50万円でもそこから2500円ぐらい余分に手数料だから高くなっているとですね、要するに野村証券の場合は100万円以下の小口になると昔よりは高くなってますよということですね。ただそれは従来の売買のやり方をやるとそうであってですね、その同じ野村証券だとか日興証券でも右端ですよね、右端のインターネット、日興証券の場合右端、これもイージートレードという名前になってますけどね、ここでやるとですね、その手数左側の分の 0.8%、 要するに 8掛けですよと、2割安くなりますね、2割ですから、まあこの辺ですと安くなるわけですよね、インターネット、例えば野村の場合100万円でやりますとね、100万円でやると従来のやり方ですと11,900円の手数料ですよね、手数料で、右端同じ100万円でもインターネットでやるとですね、これは100万円のここですから8,200円ですか、そうですよね、9200円、このこっちが通常の取引のやり方、こっちがインターネット使った、まあ、このぐらい安くなると、同じ100万円の売買でもね、こういうことですね。多分日興証券でもほとんど一緒じゃないですかね、日興証券これ11,500円ですよね、一番上のところ、これで右端がそれの8掛けですから、これの8掛けっていくらですかね、8、40の4、12、同じですね、9200円ですね、9200円、同じ金額になりますね。だからまあ、インターネットするとこのぐらいです。これがまあ従来の証券会社がインターネットで売買した場合はそのぐらい安い。で、その次のページ、ここで愕然とするんですね。これはネット専業証券の場合のですね、まあ主だった証券会社の料金体系、手数料体系を書いたんですね。ここは右側の備考のところにですね、いろんな条件書いてあります。で、一番上の松井証券さんですね、まあネットの最大手と言われてますけども、これは取引回数にかかわらず株式取引オプション取引を合わせた1日の約定代金合計が300万円以内なら3000円ですよと。何回売買やってもいいということですね、これは。何回売買でも売買やってる合計金額が300万円を超えると3000円、ガチャッガチャッと、まあ、タクシーのメーター上がりみたいなもんですね、ガチャッガチャッと6000円になってきますと。だから300万から600万までの間は6000円ということですね、ですから900万、超えてくると9000円ということですね。ですから小口で何回でも売買する場合は非常に得ですよね、これ3000円ぐらいできますからね。で、下のその e トレード証券、これは例えば100万円でしたら900円、むちゃくちゃ安いですけどね、50万円だと700円とか、こういうふうになってますね。こういうふうにですね、大体先ほどのですね、この従来型の証券会社のこのネット売買の代金、まあ、これの 10%、 9200円じゃなくて900円ですね、900円から700円、大体10分の1と言われるのはこの辺にあるんですね。e トレードで900円ですもんね、これね。まあ松井の場合はこれ回数が
ありますから一概に、ね、その下のジェット証券なんかのこれ747円ですね。 DLJ が1900円、この括弧がありますよね。で1900円って括弧してないですけども、これは多分、括弧がしてないのは成り行き注文だと思います。括弧がしてあるのは差し値注文の場合だと思いますね。マネックスなんかもそうですね、上が1000円、下が1500円、差し値注文をすると1500円、成り行きですと1000円ということですよね。下のミーネット証券、これも1200円、この一番下のこのグローバル証券ってなかなか応用ですよね。右側の尾行のところを見ますと、約定金額1000万円以下は1500円、1000万円以下ならもういいよと、1500円一律でと、これすごいですよね。上の方は全部細かく切ってますよね。Eトレードなんかは、ね、100万円以下とか150万円以下とかこう細かくこう刻んでますけどね、もうめんどくさいから1000万以下は1500円だってバチャーンとやっちゃってますね。あまり小口な売買をするときには損ですよね。400、500万ぐらいの売買をするケースにはこのグローバル証券は割合いいかなということですよね。ですから、まあ、あまりそのどういうんですかね、その口座を証券会社のこういった口座をたくさん持ってですね、やるのもどうかと思いますけども、比較的小口な金を動かすのに手数料が安いところとですね、まあ、300万から500万、まあ、1000万以下ぐらいのお金を動かすことが多い場合とですね、この手数料体系によって全然違いますからね。だから必ずしもその一社だけで、売買をするということでなくてもですね、その時の売買の自分の売買の内容に合わせて証券会社を選ぶというのが、いうのもいいかも分かりませんね。使い分けるということですよね。昔みたいにね、どこの証券会社で、まあ、野村で買っても台場で買っても、あるいは小さな証券会社で買っても手数料はどこで買っても一緒というんであればね、そんなに証券会社の口座をたくさん持つ必要はないですけども、このネット証券のこの手数料体系なんかを見ますとね、必ずしも一つというよりもは、まあ、2社か3社のあれを見て、その日売買する予定の金額に一番有利な証券会社の口座を使うというやり方がいいか分かりませんね。まあ、非常に手数料としては安い、確かにネット専業証券の場合はですね。まあ、これで最近どん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 ネット取引の方に移行してらっしゃる投資家の方が多いわけですね。まあ、こういう、まだこの他にもありますよ、いっぱい。非常にいっぱいありますけども、とりあえずね、大どころは、大体この辺のネット専業の場合、この辺の証券会社で8割、9割方占めてると思いますんでね、とりあえずその分をご紹介しました。一番最初のところのですね、その売買にかかる経費のところのですね、実際のひな型をちょっと、用意しました。ここの5ページ、6ページ、これは実際の売買報告書です。5ページの方がですね、まあ、これは買いの方ですね、買いの方。これはあまり私出そうかどうしようかなと思いましたんですが、全部、消しましてね、出せるようにしました。まあ、これは多分どこの、まあ、どこの証券会社でも、まあ、こんな形でしょうからね、どこのとは分かりません。まあ、売買自体はこれ私がですね、これは上がですね、上の欄が銘柄ですね、住友鉱山で、買いか売りか、株数はどうか、単価はいくらかというわけですね。で、下がですね、明細、受け渡し金額明細。この受け渡し金額明細のところがですね、この先ほどのレジュメのですね、一番最初のところの頭のところですね。ここに約定、売買約定代金があって、ここに手数料があって、手数料があって、ここに消費税があると。こうですね、この代金。これがちょうどそのまま、これは98万円で、からここが1500円で、ここが75円、ね。で、これを全部足したものを、これを買った右側の下のところに、ここの方に支払い金額と、これはお客様の支払い金額。これ全部合計したものですね、98万1575円。うん、こういうふうに出ます。
まあ、極めて簡単ですよね、これ。この場合はこれ手数料1500円、100万近いお金1500円ですから、まあ多分ネット証券だろうなということですね。これは野村だとか銀行だったらもうちょっと金額大きいですね。こうするの分かりますね。これが買った場合。で、次の6ページの方ですね。6ページの方は、これはその同じものをですね、売った場合、上の欄に売り付けと書いてあります。上の欄にね。2000株、同じように2000株、住友鉱山2000株売り付けということですね。で、売った方が、ここはやっぱり、売った代金から手数料、これ売った時も1500円ですね。1500円。それからここに消費税があって、で、最後のところに、これは譲渡益課税。これは譲渡、これプラスじゃない、これマイナスでしたね。マイナス、マイナス。マイナス。だから、譲渡益。これは、源泉分離でやってますから、1.05% ですね、売却代金。この金額に対して 1.05%。こういうふうですね。まあ、ほとんどこれ一緒ですね。で、益税と。だからもう非常に単純ですね。これ全部だから引いたものが、一番右側にお受け取り金額と、受け取り金額と、後方にありますからね。まあ、現実、これが実際の売買報告書と言われるんです。で、あれは前回でしたか、前々回でしたか、この売買報告書が手元に来るのが、実際に売買やってから3日目か4日目に来ますから、この内容はしっかり確認しなきゃだめですよということですね。自分が注文したのと必ずしも同じ内容で来るわけじゃありませんからね、たまにあれと、俺が言ったのと違うぞというのがありますから、そういう時にはこれ間違ってるぞということを言わないとですね、何ヶ月も経ってから言ったんじゃ あんたお客さんそれはないですよということを言われちゃいますからね、これは必ず、目を通して確認するようにしてくださいよと、この売買報告書と言いますのはね、こういうものです。これが具体的な例です。